こんにちは、速稼塾の久保です。毎月引き落とされる電気代、ちょっと安くならないかなと思いませんか？この電気代を値下げすると何がいいかというと、手続きは一切なしでですね、毎月毎月待ってるだけで、電気を使うだけで得をしてるってことなんですよ。そう考えると、従来の電気料金って一体何だったのかなと思います。私もこの電気代の、値引きのサービス使って5年目になるんですけども、電気代が安くなるサービスっていうのはいろんな業者さんが参入されていて、今過当競争になってるんですよ。まるで電話のポータビリティみたいな感じですよね。こっちの電気代に切り替えたら安いですよ、こっちはもっと安いですよって感じで、安さのスパイラルが起きてるんですよ。特に電気代みたいなのは固定費ですから、特にサービスの質が悪くなければ安い方がいいですよね。で、サービスの質はどうかっていうと、別に何も変わりません。今までと同じ電気が流れてくるだけです。ですので、契約の窓口が違うよってことなんで、サービスの質の低下にはならないんですよね。ということで、今日はモッピーからさらに得する電気代の切り替えの方法です。6000円得した上に電気代も永遠に安くなるというね、こういうプランを紹介したいと思いますので、画面をどうぞご覧ください。モッピーの方こうやってサイトを見せていただいて、ずっと下に行くと、この au 電気っていうのがありますよね。 au っていうのは皆さんご存知だと思いますけども、現在6000ポイント付与されるんですよ。で、通常は1500なんで、すごい得だってことが分かると思います。はい、こちらですよね。au 電気開通。まずこれをね、審査を受けてみていただいて、審査って言っても別にないですけどもね、きちんと切り替えをしたかどうかなんですよ。au 電気に切り替えたら、6000ポイントが、いわゆる6000円分がもらえますんで、電気代安くなった上に6000円もらえるの良くないですか？ということで、ポイントゲットをクリックします。そうすると、こういうふうな形でau なんで安心ですよね。30秒でお申し込みできますんで、30秒で申し込んじゃいましょう。電気代がどのくらい安くなるかと言いますと、こんな感じですよ。例えば月々の電気代が1万3000の場合、料金はそのままで毎月650円ポンタプレゼントということですね。年間で7800円分得すると書いてます。ポイント還元率は最大 5% ってことも嬉しいですよね。はい、このようにですね、1000円の割引を12ヶ月でやっちゃうってことがありますんで、なんとですね、さっきはちょっと安くなるだけかな、プラス6000円かなと思ったら、結構得ですね。だって1万2000個書いてますよ。すごい。ポイント還元がある。どんどん伸びている。言うことないじゃないですか、これ。これやらない人いるんですかね。私もちょっとやりたいですね。ということで、モッピーから申し込もうと思いますので、まだモッピーのアカウント作られてない方は、ぜひ登録だけでもしておいて、後から案件を一つずつ見ていけばいいと思います。とりあえず、モッピーの登録をしたらどうかなと思いますんでね。毎月毎月モッピーで5000円、1万円と稼いでいきましょう。それでは以上です。